んにちは、レオンチャンネルです。本日はコメント欄からいただいたこのプテライデン王に関するご質問をこの動画でいろいろと試していきたいと思います。ではこの付属の6番の充電池以外にも他の充電池を挿していきます。レッドのガブティラを挿します。ガブティラを挿しても通常の6番と同じ音声が流れます。試しにガーディアンズのビヨンスモも挿してみます。まあ、ちょっと見ると分かるんですけど、中に基板も入ってませんので、一番奥のスイッチのみで充電池を感知しているようです。デーボスインバージョンの充電池も2本ありますので、合計3本で試していきます。2回言いましたね。このプテラゴードンの充電池はドドーンって音なので、2本を認識して2回音声が出たっていう感じです。一応デーボツイン充電池が入ってたんですけど、音声は普通の6番の充電池と必殺攻撃音なども含めて変わらないようです。ここのプテラゴードンの状態でも充電流が合体するジョイントがありますので、やってみましょう。なんかそれっぽくできましたけど、ちょっと充電流というかモビルアーマーみたいなデザインになっちゃいましたね。まあ、下半身とかもこっちといじれるんで、関節が動く分遊べますね。充電流を合体するジョイントはこの2本だけなので、これ以上は無茶な合体はできなさそうです。こんな感じで意外と6体合体いけましたね。主役6体合体って出なさそうな感じだったんで、後ろはこうなってます。プテライデン王の手から充電流が刺さった状態のまま恐竜陣に合体させてます。というわけで意外と6体合体は可能でした。以上、プテライデン王に関する質問回答の動画でした。今回出番がなかった子たちです。